言っとくが、境砦に近寄るな。大高は消えたが、クンビシュが捕虜を拷問してるらしいぞ。ああ、そいつの噂は聞いた。もう終わりだ。ここは戦場だった。思い出したくもないな。ジン、怪我はないか？これで勝ったと言えるのか？さあ、父君のところへ。足立殿、私は喜び勇むべきでしょうか？勝ったとて勇む道理はないぞ。海賊をかくまった者どもへの戒めに過ぎん。あの者どもは戦の作法すら知らぬ百姓。黙れ。わしはこやつと話してまいる。足立殿、皆に飯を、酒も振る舞え。こっちだ。父上、この戦は。あやつらは海賊をかくまった。だから村の者を全て殺したのですか？いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。私が切ったのは。お前が切ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに。父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。顔を上げろ。お前は戦士だろ。父上が生きていればクロードを認めただろうか。
せ。さあ。息のクロードだとさ、本物のクロード様だったら百人力だ。そいつに近づくな。上品な男が来たな。これで俺らも助かる。志村のジジイを肩に乗せたまま猛虎の奴らを何千と切ったって聞いたよ。何さ、その噂まことではないぞ。何言ってんだ、クロード様の噂を知らないのか。俺がその噂のクロードだ。ああそうかい。クロード様に礼をしたいなら供え物がありがたいんだとさ。かつて木だふれがあった場所、その北東にあのお方の野営があるんだ。食い物だったらうまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。願いを聞いてくださるかな。聞くだけじゃダメ、答えてもらわなきゃ。
誰がクロードを偽っておる。ロードの野営だな。まだぬくい。飲み干しておる。奴はここで何かを見ておった。待つとするか、戻ってくるはずだ。村の後に誰かおる。賊だ。あれが息のクロード。酒を盗むつもりか。ただの盗人ではないか。手際が。なんと。さあ、どこへ逃げる？追いかけるか。正体を暴いてやる。